はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。学校生活が始まった新1年生をお持ちの保護者様へです。それでは、西荻フレンドリースクール室長、近藤由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、すいません、2時間前にちょっと歯医者さんいてね、麻酔打ってるもんで、若干仮説悪いんですけど、ご容赦ください。はい。昨日、おとといぐらいからね、新1年生がね、学校にも行って、フレンドリースクールにもね、新しいランドセルとか、あとはランドセルない学校ね、新品のカバンを背負ってね、ニコニコしながら帰ってきましてる。ねえ、なんかね、すごい学校が楽しそうで、まあ、よかったかなとか思いながら。ねえ、やっぱり頑張った上でのね、今の学校ですもんね。だからなんとか、まあなんか感無量ですよね。なんか本当に。そう。いや、みんな嬉しそうなんですよ ね。なんか楽しそうに、明日も学校行くんだとか、そうとか言いながら。制服自慢げに見せてきたね。そう、うん。で、まあ結構、ね、フレンドリーキッズっていうのはもうともかく、小学生向けの、ね。そう、小学生向けの学童なんですけど、まあ、いわゆるいろんなところの学童ってね、もちろんお迎えも行ってくれる学童、学校までね、行く学童もあるかもしれないんですけど、私たちの学童っていうのは、まず帰ってきたら宿題が優先っていう、必ず宿題はないのとか、あとはまあピアノを練習したりとかで、その本当に預かってる部分はサービスかなみたいな感じですよね。そうですね。そう、それはまあなぜかっていうと、条件まあ、私たちの学童っていうか、フレンドリーキッズっていうんですけど、すごく大切にしてることが、6年生までの間に一人でコツコツと勉強ができる、そういう子どもを育てたい。それから自分たちの行動に対しては自分たちで責任を取ると。でも早速新1年生に、いいですか、もう絶対に忘れ物はして帰らないでくださいねっていう、一応最初に念押しするんですけどね、まあ、だんだんにね、まあ筆箱忘れてったり、宿題のプリントを机に入れっぱなしだったりとかね、いろいろ起きます。最初ね、みんな緊張してるからあまりそういうことないんですけど、だんだんまあ連休明けぐらいになってくると、あらっとこう思うと筆箱置いてったりとか、友達の帽子かぶって書いちゃったりとかね。まああれはすごいことありましたよね。なんでみたいな。よくよく考えたら、帽子って、私立の帽子ってほとんど作りが同じで、校章の部分のとこだけが違うんですよね。そうですね。で、それでよく見ないでね。そう、よく見ないで全然違う学校の帽子かぶって書いたりとかね。もうまずそれを防がなくちゃいけないと思って、なんか。どっかで帽子をこうかけとくものを買ったんですけど、はい、私がね、なのに1人か2人しかあそこにかけないっていうね。もうそんなもんですね。で、結構新1年生なんか今もう早く帰ってくるので、私たちはもう今預かってる人たちに対しての対応なので、どうしても朝早く預かってくれてたら、まあみんなで、そうですね、調整をしてね、みんなで何時に帰ってくるって、まあ大体12時1時ぐらいから待機してたりとかするんですけど、まあお母様たちがお仕事してるから、まあお迎えとかっていったら5時6時ぐらいになるから、結構な時間帯あるんですよ。で、今日あたりぐらいからかな、まあちょっとやってみようかなと思って、毎日日記を書かなきゃいけない学校のこと、それからある程度書かなきゃいけない学校の子のまず2人を日記指導を始めたんです、どうなるかなと思ったら、私はの和なんか、歯じゃなくて普通の和書いたりとか、その KK なんていうの、 KA で伸ばさなきゃいけない KK になったりね、そう、で面白いなと思ったのは、まあ下書き刺すんですけど、下書きを刺しながら、今回はこう丸で区切って一つの話ここまでじゃ書こうねって言うんですけど、そのじゃああなただったらどうやって書くっていう、で自分で
話し言葉にするんですよ、はいはい、結構いいこと言ってるから、うんうん、その話し言葉通りに書いたらちょっとそれは書けないんですね。あ、面白いもんですね。だから今のところだんだんこれが日記って面白いんですけど、日記を始めたばっかりって自分の考えてること思ってることを口には出せるんですけど、口に出した通り文章に書けばいいのにそれができないんですよね。そっか、喋るのと書くのとは違うっていう、うん、まだ違うんですよ、うん、で真ん中ぐらいに行くとやっと少し喋り言葉になもうこう入れられるようになって、はい、で高学年になるともうバッチリこう、うんうん、なんか書けるようになるっていう、うん、そういうなんか日記ってプロセスを踏むっていうか、ね、だから今はこう話し言葉のように書けばいいじゃないって言うんだけど、うん、もちろんそれができないからまあヒアリングしながら、うんうんうん、まあ下書きを直しながら本書きを、うん、でも今年の子ってよく書けて、あ、そうですか、2ページぐらい書いちゃう子もいるし、すごい、うん、幸先いいですね。でせっかくひらがなをね上手にね書く練習してるから、さぞかし今度は普通にあのその上手な字を使えるだろうと思って、うん、やっぱ使えないんですよね。書くとあの練習するのとは別なのか。そうね、だってあって練習するからひたすらあばっかり書いてる、ね、そうそうそう、うん、だからおとかねなんかすごい変なのがあったりすると、うん、まあ直しながら、うんうんうん、今日はねコツコツ絵日記を一個書いた子がいて、うん、でもう一人の子は文章だけなんで、はい、文章を書いて、うん、日記というものを書いてみました。なるほどね、うん、あとはなんか今日もあのスイカ見せびらかしてる子がいたりね、あの定期の中のお金見せびらかしてる子がいたりとかしてるからね、あの出し方とか使い方とかは、ね、ちょっと注意したりしましたけどもね、いろいろありますよね。そう、あの定期であのなんだっけ昔の古い電話みたいにビヨンビヨンってバネみたいになってるからね、うん、あれ引っ張って遊んでる子もいましたけどね。あ、なるほどね数年前あれ切っちゃった子いましたよね、うん、伸ばしすぎちゃってね。そうなんですよ。そうそうそう、だからあとはそのそれこそ電車とかでなんかトラブルがあった時にどうするかとか、そんな話も用意してあげてもいいかなって、子供とかにね、電車止まっちゃったら誰に相談しようとかね、うん、うん、あとはやっぱり道の歩き方とか、うん、そうそうそう、まあ何かね、うん、都合なことが起きた時にまあ逃げ込めるツアーっていうのね。ああ、やりましたね。3年前ぐらいにやりましたよね。そうなんです、で時々やるんですけど、今年もねやろうかなと思って、でまず西荻からスタートをして、うん、それで教室までのね、そうセブンイレブンだったり何だったりで何かこうつけられたりとか、うん、なんかこうした時にはそのお店に入ることを教えてあげようと思って、うんうんうん、でやっぱり教えないと、普段通ってるとこなんだけど、いざそういうことになった時にこうシミュレーションって大切じゃないかなと。避難訓練と同じですよね。そう、うん、だからもしこうやって追いかけられたりとしたら、セブンイレブンに入ったらどこに人がいるかとかね、どっかよくうちが親しくしてるメガネ工房ってやるんですけどメガネ屋さんね、メガネ屋さん、うん、ああいうところでも入れば助けてくれるし、うん、っていうことをね、うん、あの教えようかなとは。近々防災教室やりましょうかね。そうそうそう、防犯教室か、そう、うん、で例えばね、ちょっと知ってるだけでも、うん、こう車が通る、うん、その際を歩かないとか ね、 そうね、本当にそんなのパッと開けられてね、パッと連れ去られちゃうってこともあるから、うんうん、まあできるだけここは奥まってるところがあるから、これはこっちを通ってとかっていう、うんうん、通学路じゃないけど、はい、そういうの一回やろうかなとは思ってますね。そうですね、うん、まあ本当にあの新しい学校、新しい先生、新しい仲間ということでね、本当子どもたちにとってはイレギュラーだらけなので、ちょっと時間経ってからぐーっと疲れ出ると思うから ね、 そうですね、あの電車の乗り過ごしとかも含めていろいろと気をつけてください、うん、だからやっぱり一番心配なのは、まあ電車に乗って通学したりするから、うん、まあ、つけられたりとかね、うんうん、そういう電車まであるから、うんうん、なかなか学校からつけてくるっていうのは難しいと思うんですよ。そうね、あのバスやら何やらあるからね、うんうんうん、でもまあうちの場合だと少なからず、まあ、西寄りからフレンドリーまでの道のり、まあ、2分ちょっとですからね、うん、だけどやっぱりみんながあまりそういうこう手がけてないのって、いろんなことに気を使っても、防犯に関してはそれほど
例えば防犯って言ってもただの防犯じゃなくて、やっぱりその何かあった時にこう逃げ込めるっていう、うん、そうですね、だからそれは西荻からフレンドリーまでだけじゃなくて、うんうん、自分たちの自宅から、うんうん、まあ、最寄りの駅までの間にどんなお店があってどこに人がいるかっていうのは ね、 ぜひぜひね、ただでさえ頭真っ白になっちゃうはずですからね、そう、不幸な事件が起きない前にやっぱり逃げ方とか、うん、そういうこと、そうで、ね、で私よく教えるのは、うん、ホームは真ん中を歩けと、もうなんかやっぱり押されるっていうことがあるから、うんうんうん、あまりこう線路の際を、ね、線路の際とか歩くとね、うん、だから真ん中歩いてれば、そう、ね、どちらにでも、ね、うん、寄れるからね、うん、だから子供にはよくそう言いますね。そうですね、また電車移動中とかも大きい声で喋ってるとそれを心よく思わない人もいたりとかね、うん、トラブルってどこにあるかわからないですからね。そうなんですよね、うん、だからそういうことをね、うん、きめ細かくその教えるべきじゃないかなっていう、うん、あとやっぱりこうネットっていうかね、タブレットを使い出す学年があったとしたら、うんうん、その時に正しい使い方、ね、正しい使い方をやっぱり、うん、自分の写真を公開しないとか、自分の名前で何か投稿しないとかね、そ、絶対やらないと思うけどやるんですよね時々ね、できることが嬉しいですからね、うん、自分がこんなことできる、でその後それが私なんかはもうそれがどうなるかなんて分かんないから何もできないんですけど、でもやっぱりね子供たちってだんだん慣れてきてるから、うん、やっぱりそれをやったことによってその後どういうことになるかっていうのが、うん、その先までは考えられてないんですよね、考えないんですよね、うん、自慢げにやっちゃうんだけれどっていう、そうそうそう、だからこのネットリテラシーっていうんでしょうかね、そのあたりもおいおいね、ぜひね、やっぱり入学と同時に、うん、その防犯についてもきちんとね、襲われる襲われないとかって言うけど、万が一 ねないとは言い切れないから、ね、直接手触れなくてもね、写真撮られちゃうとかね、いろいろありますもんね、声かけられちゃうとかね、だからどうやって追っかけられるとかね、身を守るかっていう話もね、伝えていかないと、ね、やっぱりお店に飛び込むっていう、うん、そういう、 こう感覚ないんですよね、なんか制服のままお店に入っちゃいけないからって言うんですよ、そ う、 ね、そうじゃないから緊 急、 い、うん、緊急時はその限りじゃないよっていうことを教えておかないと、うん、結構子供って律儀だから、そうなんですよね、ダメなんですよね、うんうん、はい、そのあたりもねしっかりと皆さん、そうですね、早いうちにね共有していってください、教えた方がいいと思います、特に今送り迎えしてる時だからね、そうですね、やりやすいし、こういうお店があるよとかね、うん、そう、うん、うん、防犯ね、交通安全も含めてね、はい、気をつけて、まずは楽しく通学できることが大事ですからね、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、それでは教室からのお知らせです。フレンドリースクールでは、あれ画面真っ白だ、面接特訓コース受付をしております、よろしかったらねぜひご参加ください。喋りづらいすいません、西荻眼所クリニック、こちらも同じく受付中です。受験までね、だんだん近づいてますからね、ゆっくりゆっくり準備しましょうね。この前それこそ関西行ったんですけど、向こうって早いんですよね。あ、そうかもしれない、とあるがこう、ね、8月に面接やるんですよ、うん、ってことは願書ももっと手前なんですよね。そうですね、そうね、やっぱり早めの準備をお勧めしております、はい、子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。また体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスはご覧の通りです。もうこれ喋ってる間5回ぐらい舌噛んでます教室では引き続き様々なテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。お待ちしております、はい、ご苦労さまでした、はい、ご苦労さまでした今日も最後までありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。